本会場福岡国際センターにお集まりの皆様、全国全世界の中継会場にお集まりの7月5日幸福の科学の2大祭典の一つ、ご生誕祭が開催されました。会場は福岡国際センター。全世界同時中継で大川隆法総裁の大講演会が行われました。講演の演題は、人生に自信を持て。今日の天使のモーニングコールは、この講演の模様をたっぷりとご紹介します。聞けばやる気が湧いてくる、元気になる、そんな内容です。皆さんにとって、そして日本の未来にとって、今一番大切なもの、必要とされるものとは何か、その指針が明確に説かれています。人生に自信を持て。今日はダイジェストでお送りします。ありがとうございます。この、人生に自信を持てという考え方をですね、発信する方は数多くいらっしゃると思うし、自信のその強さによって道が開けることも、その通りです。私も現在2950回目ぐらいかなんかの講演会やってるんですけども、今年3000回狙いますから、自信がないとやってられないですね、本当ね、とてもじゃないけど。だから、100戦100勝なら、3000回やって3000回勝つつもりでないと、とてもじゃないけど、こんな仕事やってられませんよ。何が起きるか分からないようなことばっかり、いつもです。いつもいろんなものが入ってまいります。突然ということもいっぱい、ございます。だから、あらゆる環境のもと、あらゆる事件が想定されるのか、どんな環境がでも最善を尽くすっていうことを、この立秋以来33年間やり通してきました。その私が一旦死にかけたっていうのは15年前で、今日は立秋33年目でもあるけど、復活15周年、目でもあります。働けるということは嬉しいことですね、皆さんね。本当に、やっぱりね、やることがあるということは大事なんですよ。やることがあるということが、まだやるべきことがある、この世でやるべきことがある、伝えるべきことがある、まだまだ未完成のものがあると、こう思っていることが、やはり、使命感になって、情熱になって燃え上がるんですよね。情熱さえあればですね、何だってできるんですよ。どんな仕事だってですね、平均を超えてずっと行くことができる。信念が強くてやり続けたら、どんなことだって必ず、成功します。だから、自分の今手持ちの才能とか過去の経歴とか、実績とか十分でないと思うことはたくさん、皆さん終わりだろうと思うけれども、そんなマイナスのことばかり考えていてはいけないんですよ。やっぱりよくよく感謝の気持ちを持ってみると、自分に与えられていることはたくさんあるんです。ありがたいことですよ、本当にありがたい。だから、今のね、現代の人たちの欠点をただ一つ挙げれと言ったら、やはり感謝の心が足りなすぎますよ。もらうことばっかり考えてね、人に与える、感謝して人にお返していかなきゃいけないという、この気持ちね、これが足りないですよ。この感謝して人にお返ししていきたいという気持ちを持っていれば、どんなことをやったって道は開けるし、どんなことをやってても周りの人が助けてくれるようになるんですよ。それが大事なことなんですよ。大川総裁は宗教家として33年にわたって3000回に迫る説法を行ってきたとのことです。そして、情熱さえあれば何でもできる、
信念を強く持ってやり続けたらどんなことだって成功すると力説されていました。あと感謝のくだりは皆さんどう響いたでしょうか。さて皆さんは自分のことちゃんと評価してあげていますか。続く法話では私たちが陥りがちなマイナス思考、ここから脱却するための勇気と希望が湧いてくる言葉が語られます。やっぱり生まれつきとか親から遺伝でもらったものとかですね、あるいは過去の経歴だけで自分を規定してはいけないと思います。やり続けている限り今まで思ってたよりもはるかに、先まで進んでいくことになります。この仕事をしてて特にそう思います。先行けば行くほどですね、振り返ってみたら、あの頃考えたことは小さかったなとかですね、自信が随分なかったんだなとか、自分の才能に、信頼してなかったんだなとかですね、あるいは周りの方々が応援してくれるということにそんなに、自信を持てなかったんだなとか思うようなこといっぱいありますよ。しかし人はね、決然とね、一人立って自分一人でもやり抜いていくという気持ちを持ってたらね、他の人がね今度は巻き込まれてついてくるんですよ。ついてくる。自信がなかったらね、逆にこういろいろと批判されたり悪く言われたりバカなことするんじゃないとかいろんなこと言われるんですよね。だけど、自信を持って信念を持ってやり抜いていると周りがねじ曲がってきて今度応援するようになってくるんですね。これは不思議です。ですが会社時代に宗教を始めようと思った時にはもう誰もついてこないだろうと思ってたんで、自分一人で行かなきゃいけないという気持ちが非常に強かったですし、友達とか頼ろうとも思わなかったし、もう一人でやるつもりで始めましたですけど、そして見たらもう全国からいろんなですね、直接顔を知らない方々が応援してくださって手伝ってくださって、だん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 に大きくなっていって、もうこんなに真理を求めている人がいっぱいいたのかということは本当不思議な感じでいっぱいです。今まだ未完成の仕事もいくつか同時並行してやっておりますけども、最初のゼロから立ち上げる時のことを考えれば、今ある程度いくつかの仕事で成功を続けておりながら、関連して他のものをまた立ち上げていこうとしているのは、これ未来に向けてもっと大きくしようとしているだけであって、何ら心配するようなことは私はないと思っておりますよ。だから、自分をあまり小さく規定するのはやめていただきたいと思うんです。みんなすごい可能性を持ってます。その可能性はね、心が開いていくと同時にもっともっと宇宙の光が入ってくるようになるんです。神の子、仏の子として使命を果たそうと努力なされたら、皆さんが皆さん自身を見間違うような別人に変わっていくんですよ。私ってこんなに賢かったかなとかね、こんな情熱があったのか、こんな素晴らしい言葉が口から出るようになったかとかですね、こんなに多くの人から信頼されるようになったのかなとかですね、自分が人に対してこんな影響力を持ってたのかなとか、未来はね、本当に毎日毎日刻一刻変化していきます。それをいい方向に変化させていくということがとても大事なことなんですね。100を持って1しかいかないこともあります。しかし100を思い続けたら、その1は2になり3になり5になり10になり20になり、だんだん増えていきます。必ずそうなります。だから自分自身を小さく考えないでください。皆さん自身は有限の存在ですけども、宇宙にある力はとても偉大なものなんですよ。今の自分がたとえ小さく見えていたとしても、未来の自分からは違ったように見えることがある。そして自信と信念を持ってやり抜く姿勢が周りを変えるという話もありました。一人一人にすごい可能性が宿されている。心を開くと宇宙の光が入ってくる
ともありました。7月にお送りした潜在意識の話を思い出した方もいらっしゃるでしょうか。私たちの心は深いところで広大な霊的世界とつながっているということです。法話、人生に自信を持て、後半では個人を超えて国家、世界のスケールへ、日本の未来ビジョン、果たすべき大きな使命について語られます。今だんだんいろんな教えが積もり積もって、まあ、日本の国のあるべき姿や、あるいは世界のあるべき姿について意見を発信してきています。最初の頃は言葉だけそう言っていたように聞こえたかもしれませんが、今私が言っていることは現在ただいま日本の国が向いていく未来についての話であるし、現在ただいまから世界が向かっていく方向についての意見です。現実に動いているんです。香港見てくださいよ。100万人でも200万人でもやりましたよね。応援してるのは日本ではうちだけです。ちゃんと応援してる、届いてる。日本に力を貸してくださいって言って、その前は台湾行きまして、台湾も今元気になって強気になってます。別にね、国と国で喧嘩しようとか争おうとか思ってるわけじゃないんです。それぞれの人たちがいる国がね、もっと光り輝いて幸福になるにはどうすべきかということを考えて、こちらの方が良いという判断をしたときに、まあ、そちらを応援していると、まあ、いうことなので、私たちは特定の、まあ、イデオロギーというか考え方に凝り固まって、それに合わせて全部やれというふうに言ってるわけじゃございません。それぞれの人の幸福、その国の幸福、未来を考えてこうすべきだということを言っているわけですね。ですからアメリカで3年ほど前に大統領選やった時にも、トランプさんが勝つ見込みは全然ないと言われてた中で、トランプさんが大統領になるだろうと言って、トランプさんの側近を私は励ましてた方なんですよ。もちろんマスコミは厳しい批判を加えているし、今でも、まあ、加えているとは思いますが、まあ、次第次第に彼の実力と実績が出てきたようには思うので、まあ、私の目はそんなには狂ってなかったなというふうに思っています。で、日本も長らくもう本当超低成長をずっと続いてきておりますけれども、そろそろ頑張らないといけない頃で、30年間停滞するっていうのはこれなかなか人間技ではできることではありません。で、私が考えるとしては、やっぱりそうした、まあ、減税して、要するに大きな政府に頼ってもう全部守ってもらおうとするよりは、みんなが企業活動を活発化し、個人も経済活動を活発化して経済の規模をもっと大きくする。30年間足踏みしてるんだから、これは道を開ければ必ず拡大に入ると思います。そしてマクロでは2050年までには中国との GDP をひっくり返したいというのが基本的な考え方で、その資格は日本にはあります。この30年間で中国の経済が75倍で日本の経済が 1.5 倍なんて、このありえない話ですので、だから今やるべきことは、日本がもう一度成長軌道を取り戻す若々しい国になって、さらに言論としても世界を引っ張っていけるだけの基礎を持てるだけのこういう考え方ですね、オピニオンをしっかりと持って世界正義にとっての善悪をはっきりと発信できるような国になること、これが大事で、とにかくアジア、少なくともアジア周辺の国に対しては日本が大きな影響力を発揮して、正しい未来はどういうものであるかということを示す。さらにアメリカとの関係、ロシアとの関係、ヨーロッパとの関係においてあるべき姿というものを明確にデザインしていくことが大事なんだと思いますよ。一人一人の個人の心の中に神仏からいただいた
魂の王国を作って、家庭を輝かし、会社を輝かし、国家を豊かにし、この思想がさらに行くもの、海外にまで行くものは、世界の正義を目指して世界の秩序を作り、調和を作るために貢献すべき仕事がその先には待っているんです。私たちは人生に自信を持たなくてはなりません。あなた方は人生にもっと自信を持ってください。今幸福の科学だけがこの地球の究極の神の教えを伝えているんです。日本全国に、全世界にこの教えを広げてください。お願いします。それが世界のための救いになるんです。皆さんはもっと強くなっていただきたい、もっと力を持っていただきたい、もっと成功していただきたい、国内を超えて世界に力を広げていただきたい、心よりお願いします。ありがとうございました。天使のモーニングコール、今日は人生に自信を持てと題された大川隆法総裁の講演の模様をダイジェストでお送りしてきました。日本よ、目覚めよ、世界を照らせ、そんな熱い思いが伝わってきます。法話を聞いて皆さんの心に少しでもやる気とか情熱とか希望の光が灯ったなら、その光をもっと大きく明るくしていってください。そのためにこの番組でもこれからも光のエネルギーどんどんチャージしていきます。私はできる、未来は明るい、そんな力強く前向きな気持ちを大切に生きること、自分を信じて、この世界を作られた仏の愛を信じること、一人でも多くの方に人生に自信を持つというこの言葉の深い意味を実感してほしいと思います。今日のお話全部お聞きになりたい方は、お近くの幸福の科学の少女や支部にお問い合わせください。天使のモーニングコール、今週から幸福の科学エルカンターレ創造館からお送りします。そして今週と来週は2018年12月11日に千葉幕張メッセで行われたエルカンターレ祭という幸福の科学の祭典で行われた大川隆法総裁の講演をダイジェストでお送りします。演題は奇跡を起こす力。皆さんは奇跡という言葉にどんなイメージを抱かれているでしょうか。奇跡の生還とか奇跡の大逆転などというふうに使われることありますよね。辞書には常識では考えられない神秘的な出来事とあります。大川総裁の法話、奇跡を起こす力で説かれる奇跡とは一体何か、奇跡を起こす力とは何のことか。当日は千言よし子さんの歌夢の時間と2月公開の映画の PV が主題歌ホールドオンとともに披露されて、色とりどりの音色にみんな胸を弾ませてご説法が始まるのを待っていました。法話を聞いた感想をはじめに一言だけ述べるとしたら、目の前に広がる世界が全く違ったものに見えてくるです。では早速お聞きいただきましょう。
12月の寒い中多数お集まりいただきましてありがとうございます。まあ、今年、まあ、先ほどご紹介もございましたが、説法はこれが151回目なんです。トータルは2848回目ということで、まあ、私の第一目標は3000回だったんで、なんとか3000回を目指して、まあ、来年頑張らなきゃいけないなと思っております。本の方も、まあ、2500冊が次の目標ということになりますが、まあ、その辺で、まあ、最初のレベルの目標が到達かと思っております。時々は、まあ、厳しいかなと思う山場を越えれることもありまして、これは無理かなと思っているものを越えられていく時はやっぱり、まあ、嬉しいこともございますね。秋にはまあ、宇宙の方がアニメでかかりまして、まあ、久々15年ぶりぐらいのヒットを出すことができました。まあ、アメリカでもなかなか好評のようでございますので、まあ、期待してはまあいるんですけども、それ以外も含めてさまざまな今後の映画についての計画ですね、もう2025年ぐらいまで作ったりしていましたので、まあ、これ私の性格なんですけど、まあ、そのぐらいこう作っておかないと事業性が立ってこないので、随分先まで作っていくことになります。まあ、おかげで歌もいっぱい作るようになってしまって、今まで出てるのはまだ30曲はそのぐらいだと思うんですけども、作ったのはもう80曲以上もう先まで、あと相当先までの曲が作ってあるので、一体どんなことになってるんだと自分でもまあ思うんですけど、まあ今日は奇跡の話ですから構わないと思うんですよ。まあ、奇跡を起こす力と言いましても、私自身はもう奇跡の連続でずっとやっておりますので、まあ、奇跡が起きない方が不思議というか、まあ、奇跡を元手に仕事をし続けているというのが正直なところでございまして、奇跡なくして立秋もそれから32年余りの伝道活動もなかったと思います。この幕張メッセイベント国際ホールで講演したのは1990年が最初で、何回かやりましたですけども、それからもう28年経っております。これだけ、まあ、この教団を支えつつ、まあ、国内のさまざまな活動を広げ、まあ、海外にも多くの人の努力によって教えが広がっていることをとても嬉しく思います。法話奇跡を起こす力の冒頭部分をお聞きいただきました。奇跡を元手に仕事をしてきたという言葉、印象的でした。幸福の科学は今年立秋から33年を迎えます。説法回数は3000回に迫る勢い、そして2400章を超える書籍、また教えは世界100カ国を超える国々にまで広がっています。大川総裁はこの教団の歩みを奇跡の連続ですと称されました。皆さんはこの言葉をどう感じますか？宗教的視点から見た奇跡というものの本質がこの後の法話で語られます。では続きをお聞きください。来年は私の方では、まあ、今までも数多くの奇跡が起きておりますけれども、それ以上の奇跡の年にしようと考えております。ありがとうございます。
まあ、その一つは2月下旬、上映予定の僕の彼女は魔法使いという、まあ、映画で、これ魔法の、これ魔法かけてあります。映画自体に魔法がかかってますので、この映画を見た方に魔法がかかって奇跡が起きるというのが、これ来年の第一段階目です。それから秋頃上映を予定しております。これは14年ほど前に私自身の身に起きた、事件を、まあ、80% ぐらいは、忠実に、なぞりながら、まあ、一部シチュエーションを、まあ、変えてはありますが、映画なので変えていますが、実際私の身に起きたこと、14年前に起きた、奇跡の体験を映画化したものです。これも、心待ちにしていただきたいと思います。まあ、すでにもう数百から数千ぐらいの病気が治った実例は報告されておりますけども、もう数えるのが面倒なので数えておりません。すみません、ズボラで申し訳ないんですけども、おそらく全国のいろんなところで数多く起きていると思います。まあ、月刊誌とかに、まあ、時々載ってたり、他のものにも載っていることがございます。まあ、病気が治せるというと良くないらしいので、病気が勝手に治るということにしております。自分で病気を治す分には何も問題がございませんので、症者に行ったり、あるいは公安研修や、あるいは瞑想祈り、あるいは法話研修等を受けて、まあ、体の不調和なところを根本的な原因まで探って、自分自身でお直しください。なぜなら皆さん自身もそういう能力をもともと持っているからです。皆さん自身も、実は私の本の中に書いてありますように、神仏から分かれてきた光そのものなんです。少なくとも皆さん全員に魂というものが宿っているという、まあ、これも奇跡ですよね。だから人間機械説みたいに、この肉体が機械として生きて使命を終えて亡くなるというのが、まあ、普通に考えられる常識的な考えでしょうけれども、そうではなくて、ご丁寧にも皆さん方の体の中に魂というのが宿っている。その魂は過去幾転生もしてきた記憶もまた持っている、それにつながっている魂なんですね。これはすごい奇跡なんですよ。皆さん自身が実は魂の方が本体で、霊天上界に存在している時のことの方が、これが実在界という本当の世界にいて、この地上にいる3万日ぐらいの人生っていうのは、これは本当に魂の経験を積むために、魂の学校としての地上に生まれてきているんだということを知っていただきたいんです。今年公開となる2つの映画の話が出てきました。一つは来月22日公開となる僕の彼女は魔法使い、魔法がかけてあるなんて表現をされていましたよね。そして秋には総裁自身の奇跡の体験をもとに制作された映画が公開となるそうです。その奇跡とは14年前に起きた出来事。まあ、ここまで聞いて、いつも番組を聞いてくださっている方は、今年最初の放送、心の指針、力を振り絞るを思い出されたと思います。死をも覚悟するほどの病からの復活をされた総裁のお話です。映画で描かれるのはまさにそのエピソードだそうです。宗教では信仰による病からの復活を説きます。現代の常識に照らせばオカルトにも聞こえるかもしれません。大川総裁は瞑想や祈りによって自分自身で病を治してくださいと語られていました。なぜなら皆さん一人一人は神仏から分かれた光そのものだから。と、人間は神仏の子である
この宗教的真理を前提とすれば、祈りなどの宗教的儀式、あるいは反省による心の浄化によって仏の光が差し込み病が癒えるという現象は当然のこととして受け止められます。奇跡は運の良し悪しでも偶然でもなく、実はとてもシンプルで単純な神仏が司る法則に過ぎないのかもしれません。続くお話では、私たちが暮らすこの地上世界の素敵な秘密が明かされます。ではお聞きください。いろんな苦難や困難、あるいは病気とか、あるいは事業での失敗とか、あるいは人間関係での挫折とか、いろんなものがありますけれども、魂が魂として霊天上界で自分と同じぐらいのレベルの人たちと生活をしているだけだと経験ができない、その経験がこの地上ではできるんですね。いろんな人が出会えるんです。そしてそれぞれの人がどんな人であるか本当は分からない。もしかしたら皆さんの前に座ってている方が大きな羽をゆっさゆさと本当は揺らしてるかもしれない。だけどこの世の目ではそれが見えないから全然気にならないこともあるでしょう。世界が、私たちがこの世に生まれて教育を受けて知ったものよりもはるかに大きなものであって、奇跡に満ち満ちたものであるということが分かってきつつあります。そうした悟りの中で自分自身とは何かということを掴むことができると、今までの皆さん方ではとても不可能だと思えるようなことが現実には起きてくるようになります。それが皆さん方の殻を破るということなんですね。肉体の中に宿った自分でしか自分を見えなかったのが、そうじゃない自分が見えてくる。霊天上界にいたり、魂の兄弟というのが存在したり、この世に時々生まれ変わってきて運命の人と出会ったりこの世でしてるんだ。すごいファンタスティックな世界ですね。そういう世界が現に作られているということが、私たちがこの地上で生きているということ自体が本当に魔法の時間を生きているかのように感じられます。いかがでしょうか。奇跡に満ち満ちた世界だと、この世界の本質に気づくことって一種の悟りなんだと私は改めて思いました。ファンタスティックな世界、魔法の時間、このような表現もされましたね。皆さんはどう感じていますか。偶然に人はこの世に生まれて生き死んでいく、そんな人生観を持っている人にとっては驚くような世界観だと思います。仏は私たちに魂の修行場としてこの地上世界を与えてくださっています。そこは天上界では会うことのできないさまざまな人と巡り会える出会いの魔法がかけられた世界。そしてすべての人が平等にすべてを忘れてまっさらな赤ん坊となってゼロからのスタートが切れるチャンスに満ちた世界でもあります。この地上での人生はおよそ3万日、その3万日を長いと感じる人も短いと感じる人もいるでしょう。でもどんな人もいつかはこの地上を去る時が来ます。そしてあの世へと帰り、数十年の人生を振り返ります。その時あなたは一体何を考えるでしょうか。想像してみてください。
改めてあなたがあなた自身を見つめる目をここで変えてみませんか。肉体に宿った魂としての自分、かつては霊界に暮らしていたけれど、地上でさまざまな人と出会い、時には苦労をし、それを乗り越える修行をするぞと誓って生まれてきた自分、今生きているということそのものが、またこれからも続く人生そのものが仏の愛に満ちたものだと、どうか信じてほしいと思います。今日は去年12月に行われたエルカンターレ祭での大川隆法総裁の法話、奇跡を起こす力、その前半をお届けしました。来週はこの後半をお聞きいただきます。私たち一人一人が奇跡を起こし、世界を素晴らしく変えていくための具体的なお話が説かれます。どうぞお楽しみに。幸福の科学エルカンターレ創造館のスタジオから、全国36局とハワイを結んでお送りしている天使のモーニングコール。今週は先週に続き、去年12月に行われた大川隆法総裁によるエルカンターレ祭大講演会、奇跡を起こす力をダイジェストでお届けします。先週お送りした前半部分、皆さんの奇跡という言葉に対するイメージ変わったでしょうか。大川総裁は法話の中でこのように語られていました。皆さん自身も神仏から分かれた光そのもの、皆さん全員に魂というものが宿っている、これも奇跡なのだと。そして私たちがこの地上世界で送る人生を魔法の時間とも表現されていました。皆さんの人生観ってどんなものでしょう。人は偶然に生まれ、死んだ後は灰になるだけというものでしょうか。私たちは決してそんな存在には作られていません。あの世、霊界と呼ばれる世界から魂が肉体に宿り生まれてきた存在で、この世ではあの世では会えないさまざまな人々と出会うことができます。悲しみや苦しみも経験しますけれど、それは魂を磨くための砥石です。やがて肉体は死を迎えます。ですが魂は生き続け、本来の住処であるあの世へと帰っていきます。そしてまた一定の周期で魂修行をするためにこの世へ生まれてきます。このような宗教的真理を知って生きるか、そうではないか、そこには大きな違いが現れてきます。大川隆法総裁による法話、奇跡を起こす力、では後半部分お聞きください。この世で真理を掴んだ人、悟った人にとっては死さえも、死ぬということさえも実は怖くはないということが分かってきます。実際に怖いのは、自分が死んだらどうなるかということを全く考えもせずに
生きてきた人たちです。そしてまあそれでも考えもせずに生きてきたとしても、まあ、善良な生き方ができたならまだ救いは必ずあると思いますけれども、この世限りだと思った人生が実はこの世限りでなかった時に、うわこんな生き方したら大変なことに後なるなということを気づくのが遅すぎた時は、それはやっぱり厳しい試練が出てくることになると思います。簡単なことです。昔話ではいっぱい聞きました。例え話だと思っている人もいます。高名な学者でも、まあ、そんなことは単なる比喩だと思っている人がいっぱいいます。仏教を勉強しても、仏教の中から神秘的なものを全部取り除いて、この世的にありそうなところだけを描く人もいます。クリスチャンを名乗りながら聖書の中に書かれている奇跡のところは全部取り去って、それ以外の言葉だけを学んでいる方もいらっしゃいます。でもそういうことが全てではないんです。やっぱり奇跡というのはいつの時代にもあるものなんです。その時代の中を皆さんが生きていらっしゃるということを知っていただきたいと思います。そして皆様方がこれから人間として生きている間に、まあ、いくつかの試練に遭うし、試練ではなくても自分自身で目標を高く掲げて、その目標を達成しようとして努力されることもあると思います。その時にはとてもハードな気分を味わえることであろうと思います。しかし現在自分自身がこのぐらいだと思っているものよりもはるかに大きな力が実は潜在的には自分の中に潜んでいるんだということを自覚するときに、皆さん方はもう一段変わった自分自身に変わることができます。悲しみや苦しみと見えしことも、現実には皆さん方の魂を磨くためのヤスリにしか過ぎなかったんだということを知ることになると思います。そして自分が思ってたよりもはるかに高い境地まで悟りを進めることもできると思います。この世で真理をつかんだ人にとっては、死ぬということさえも怖くはないということが分かってくる。人生はこの世限りと思って生きるか、人間の本質は魂であって、この世はその魂の修行の場などだと知って生きるか、この違いは日々を生きる姿勢を大きく変えることになるでしょう。あの世の世界は存在します。神や仏、天使や菩薩に日々見守られ導かれて、私たちは生きています。悪霊や悪魔もいて、知らず知らずそうした存在の影響を受けていることだってあります。私たちを取り巻く世界は思っている以上に広大で奥深いものなのです。また大川総裁は、奇跡というのはいつの時代にもあると語られていました。そして自分自身が思っているものよりもはるかに大きな力が潜在的には潜んでいるとも。奇跡を起こす力。では続きをお聞きください。そして皆様方に最終的にたどり着いていただきたい境地とは何かということですが、まあ、今日は簡単な形でそれを述べたいと思います。一つはできるだけ透明な心になっていただきたいということです。この世の中で清らかに生きるということは馬鹿げたことのように聞こえるかもしれません。一円にもならないじゃないかと言われるかもしれません。あるいは清らかに生きてたって人に騙されるだけじゃないか、馬鹿にされるだけじゃないか、
この世では損するじゃないかと思う方もいっぱいいると思います。でもそうじゃないんです。清らかに生きるということは心が透明になっていくということなんです。心が透明になるということは今までに見えなかったものが見えるようになるんです。天上界の霊と同通し、この世の中にいる光の仲間たちの存在が見えるようになるんです。その心の透明さを保つためには皆さんが毎日毎日心の中からサビや赤を落としていくことが大事な修行であると思います。つまらないことだと思わないでください。簡単なことですけども、今日一日を振り返ってこの部分が若干自分は足りなかった、この部分人に対して厳しいことを言ったかな、申し訳ないことをしたかな、迷惑かけたかなと思ったら、それを一つ一つ取り除いて反省していくことが大事なんです。それが心を磨くことになり、鏡の上を磨くようにだんだん透明な心が出てくるようになります。そうすると霊天上界の光が入ってくるようになります。この光が奇跡を生んで皆さん方の生きる力を倍化し10倍化していくことができるようになります。これがお願いしたいことの第一点です。常に世界中の人々に向けてさまざまな説法をされる大川総裁が、私たちに最終的にたどり着いていただきたい境地とは何かと始めて、それが透明な心、これを聞いた時私はハッとしました。どこか遠いところにある力とか境地のことではなかったんですよね。心を清らかに透明にすることで今まで見えなかったものが見えるようになるともありました。一番身近な私たち自身の心を見つめることの大切さ、透明な心って一体どんな心でしょう。ぜひ考えてみてください。法話の中では心を透明にするために毎日毎日心の中からサビや垢を落としていくこと、一日を振り返る反省の習慣が大事とありました。番組ではこの反省の具体的な方法についても今後ご紹介していきます。去年12月千葉幕張メッセで行われた大川隆法総裁大講演会、奇跡を起こす力、その秘密、法話の最後に第二の指針が語られます。第二点お願いしたいことは、やはり人間として生きている間愛を持って生きてください。これはきれいごとに聞こえるかもしれませんが、人類がそれぞれ愛を持って生きることに努力するようになれば、この世は一歩一歩前進していくんです。良くなるしかないんです。国籍の違い、人種の違いがあります。宗教の違いもあります。思想信条の違いもあります。それは当然でしょう。また人間としての生き方の違い、職業の違い、いろんなものがあって、みんなの考えは一緒じゃありません。でもそれをあえて受け入れて、この地上に生まれてきて、大勢の人たちがいろんな考えを持って切磋琢磨して磨き合って何十年生きていくことになっているんです。互いの違いを超え、また困難な壁を乗り越えて、なんとか共に生きていける時代を築いていくことが大事だと思います。簡単な言葉でそれを愛と言います。ただ現代ではこの愛という言葉が勘違いされています。どうしても人から奪う愛やもらう愛、そしてもらえなかった時の悲しみとか、あるいは何とかして復讐したいとか、そういう気持ちになることが多いと思います。しかし与える愛を実践できる人が
増えていけば、この世は確実にユートピア化していきます。それ以外のこと、収入を上げるとか、あるいは人間関係が良くなるとか、会社で出世するとか、まあいろんなことがありますけれども、それは後からついてくるもんです。それよりまず先に与える愛の世界を作っていくべく努力したいと思います。1円もいらないんです。心の中で自分の小さな発動機を回して、他の人々に少しでも役に立ちたい、優しくありたい、その人に良くなっていただきたい、そういう気持ちです。祈っても実現しないこともあるかもしれません。しかしその祈りが皆さん方の本当の愛の行為であるならば、その愛の行為は不滅です。消えないんです。魂の記録として永遠に残るんです。だからこの世でなすべきことはなしましょう。人が尊いか尊くないかは、その人の行いによって決まります。その人の行いがその人の身分を決め、その人の位置づけを決め、尊さを決めます。しかしそれを超えて、さらに祈りを通して、愛から祈りが未来を開くことになります。祈りはまだ実現しないものも含まれています。しかし皆さんが多く祈れば、その方向に世界は動いていくと思います。そういう世界を作るべく共に頑張っていこうと思います。多くの方々がご賛同くださりますことをお願いいたしまして、今年のエルカンタレ祭のお話といたします。ありがとうございました。愛の教えを説かれる時の深くて温かい熱が電波を通して伝わりましたでしょうか。奇跡を起こす力と題された法話、最後に語られたのが愛と祈りでした。書籍聖堂の法の後書きにはこのような言葉があります。本当の神の悟りを知りたくば、本書に書かれた愛の実践をせよ。奇跡が単純な宇宙のルールにしか過ぎないことがわかるだろう。単純な宇宙のルールとしての奇跡、そして神の悟り、その秘密を解き明かすヒントは大川総裁が説く仏法真理にあります。奇跡を起こす力のキーワードでもある透明な心、愛、祈り、この言葉の意味をもっと深く理解して実践していただけるように、天使のモーニングコール、来週からも様々な角度で仏法真理をお届けしていきます。人生を惨めに生きちゃいけない、希望に満ちている私はあなたを探し当
の中でも語られていた地上での私たちの人生は魔法の時間、この意味がこの映画で理解できるかもしれません。お送りしたのは2月22日公開映画僕の彼女は魔法使い主題歌、大川さやかさんの歌う Hold On でした。